取れるっていうのは確実なんですかね。まあ取れたと思う。下はやっぱり、まあ、一応ピッチャーのタイトルでもあるので、まあ、嬉しい気持ちはもちろんあるんですけど、まあもともと自分でもそんなに三振を取るタイプじゃないと思ってるので、まあ、ちょっとなんか不思議な感じはします。はい、特別変化はないんですけど、まあ、今年その三振を取った場面とか、まあ、振り返ってみると、まあ、追い込んでからの投げる球が、まあ、例年に比べたらしっかり、自分の投げたいところに投げれたかなっていうふうには思います。まあ、自分が思うには、まあ、力というよりもどちらかといえばコントロールで、まあ、三振を取れたのかなっていうふうに思います。特別な意識はないんですけど、まあ、毎年、まあ、相性がいいというふうに言われていて、僕はそんなふうに感じてないんですけど、相手バッターが、まあ、多少ないとも苦手意識を持っててくれてるおかげで、まあ、そこに繋がってるんじゃないかなとは思ってます。そうですね、確かにあの、まあ毎年選手は変わっているので、ずっとその相性がうまくいくのかっていうところもあるんですけど、そこは僕はちょっと原因というか、わからないんで、どう答えていいかちょっとわからないんですけど、はい、まあ、本当にギリギリ開幕に間に合ったという感じで、まあ、正直、今年どうなるんだろうっていう思いの中、開幕して、まあ、徐々にシーズンを過ぎて、中で、まあ、この怪我をしたおかげじゃないですけど、本当に例年以上に体に気を使いながら、まあ、シーズンを過ごした結果が、まあ、今ここまでローテーションを崩さずにしっかり投げれていくという要因なのかなと思うので、まあ、正直自分でもここまで投げれるとは思ってなかったです。僕の考えの中でコントロールっていうのを乱すのはやっぱり状況だったり、まあ、アウトカウント、バッター、まあ、ランナーが、まあ、スコアリングポジションにいたりするっていうところで、自分の精神状態が変わる中でコントロールを乱すと思ってるんですけど、私はそのランナーがいても本当に自分の中で冷静にいられたのかなっていう、ランナーいてもいなくてもそのしっかり自分が投げたいボールを投げれたのかなっていうことで、奪三振に関してはさっきも言ったんですけど、あんまりこだわってなくて、まあ、結果的に取れたっていうところなんですけど、まあ、完投の数っていうのはまあ自分の中で多ければ多いほどいいと思ってるんですけど、ただ完投負けという数も多いので、ただ完投すればいいというわけではなくて、いかにチームを勝ちにつなげれるかっていう方がやっぱり大事だと思うので、今年はちょっとそこがうまくいかなかったなっていうふうに思うので、今後の課題として完投の数は増やして、でプラスその完投負けをなくす、そういうピッチングが常にできたらいいなとは思っています。そうですね、まあ、一応200という区切りを超えれたのはすごく嬉しいですね。で、まあ、僕、まあ、投げたがりなのでもっともっと投げたい気持ちあるんですけど、まあ、長く投げれば投げるほどやっぱりイコールではないんですけど、抑えている証拠でもあると思うので、まあ、毎年これだけのイニングを投げていけるようにしたいです。個人的なその成績を言うと、まあ、その最多勝を取った年より、まあ、そのトータルで見たらいい成績だと思うんですけど、でも結果的にチームは5位ということで、あんまり納得してない気持ちの方が強くて、大げさに言ったら
自分の成績は二の次で、まだチームが勝つっていうの方が嬉しいんですけど、今年はそれがちょっと実現できなかったので、本当にこれからはもっとそのチームが勝てる、そういうピッチングをしていきたいなと思っています。まあ、1年を通してやっぱり僕自身もチームもなかなかうまくいかない時期もありますし、いい時期もありますし、そんな中本当に変わらず応援してくれたファンの皆さんに本当に感謝したいと思っています。今年は5位に終わってしまったので、まあ、毎年言っていることになってしまうんですけど、あと来年こそはクライマックスシリーズ出て、まだ優勝を経験したことがないので、優勝できるように一生懸命頑張っていきたいと思います。